スバル、スバルテクニカインターナショナルスバルテクニカインターナショナル株式会社はスバルの連結子会社モータースポーツへの参画やパーツ開発販売なども担当する所在地はスバルの東京事業所内レースへの参加パーツ開発及び販売エンジンチューニングが主な業務である設立当時の活動の場が日本、イタリア、イギリスだったため日本語、イタリア語 英語の会社名となっている。製品名には、以前、小文字の愛の STE の表記を行っていたが、2005年4月25日から会社の略称と同じ STI に統一された。過去に、富士重工業で製造されていた、スクーター、ラビットのペットマークをあしらったステッカーや、現行の6連製エンブレムも販売している。また、安全性と機能性への追求という車作りと、 共通の観点から STI マークとシリアルナンバーが入った子供用ランドセルが限定で発売されたこともある。代表取締役社長は、カラマツ用の STI の資格を担う S シリーズは、レガシー S401 から取締役商品企画部長であった伊藤健が指揮を取ってきた。また、車両の開発責任者として、富士重工業から STI 車両実験部に タツミエイジが転籍している。スバルでサファリラリー参戦などのモータースポーツ活動に関わっていたクゼリ一郎が代表となり、1988年4月2日に発足。当時のスタッフはわずか5名。1989年に発表されたレガシーのプロモーション活動として10万キロメートル世界速度記録挑戦を企画運営したのが最初の大仕事だった。 1989年2月、イタリアのミラノに、海外拠点スバルテクニカヨーロッパを設立。1983年のサファリラリーで5位入賞した、高岡幸男が代表に就任し、エンジンビルダーの元売りモデルにと提携して、水平対抗12気筒を開発。1990年には、コローニに搭載して、海一に参戦したが、半年で撤退する失敗に終わる。 1989年12月には、レガシー RS タイプ RA のエンジンや液の調整を担当し、後に STI バージョンとして発展していく。1990年には、イギリスのプロドライブと提携して、世界ラリー選手権への参戦をした後、当時現役最多価値を上げていた、無冠の帝王マルク・アレンと契約し、レガシー RS の開発を進める。 1993年は555タバコのスポンサードを獲得し、ニュージーランドにてコリン・マクレーがスバルの WRC 初勝利を獲得。続けて新車インプレッサを投入し、1995年から1997年にマニュファクチャラー部門3年連続チャンピオンを獲得。欧米におけるスバルブランドの浸透に貢献した、1997年の ワールドラリーカー規定導入に伴いインプレッサ WRC を開発したが2000年代は欧州車の巻き返しによりマニファクチャラーズタイトルを獲得できず2005年のラリーギガバイトでペターソルベルムが挙げたメーカー47勝目を最後に勝利から遠ざかる2008年シーズン終了後本社業績悪化の影響により WRC から撤退したただし プロダクション部門のドライバー支援は継続しており、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジでは2010年より、マニュファクチャラー登録を行って参戦した。また、R&D スポーツと提携し、2009年より、スーパー GT の GT300 クラスに、レガシー B4 を投入。2012年より、BRZ にスイッチした。2008年から、WRXSTI で、 ニュルブルクリンク二十四時間レースに参戦。いずれも完走し、二千十一年に s p 三 t クラスでクラス優勝。翌二千十二年にも同クラスでクラス優勝した。二千十四年度から WRXSTI バをベースとしたモデルで参戦している。STI 仕様は大きく分けて、通常販売のカタロググレードと生産台数、受注期間限定の特別仕様車。 S, S シリーズや t ュ o n e d by STI イコール TS などのコンプリート感がある。また t ュ o n e d by STI は2010年にグレード名を TS に略称して改名した以下の一覧を車種別にグレード名に適材する。レガシー B4TS 詳細はスバルレガシーを参照ツーリングワゴン ST 初代ツーリングワゴン GTO ベース S401ST バージョン2002年発売。 400台限定。3台目 B4RSK をベース。インプレッサ WRXST と同じく 6MT を採用。チューンドバイ STI2005 年発売。600台限定。4台目 B4 とツーリングワゴン 2.0GT スペック B 4ベース。5MT5AT が選べる。チューンドバイ STI2006 年発売。600台限定。4台目 B4。 ツーリングワゴン 2.0GT スペック BO ベース 6MT と 5AT が選べる STI ST の,、SI、ST のコンプリートカーで初めて SI ドライブを採用チューンドバイ STI2007 年発売600台限定4代目 B4 ツーリングワゴン 2.0GT スペック BO ベース 6MT と 5AT が選べる STI のコンプリートカーで初めてキーレスアクセス プッシュスタートを採用、s 4 0に2008年発売、402台限定、4台目 B4、ツーリングワゴン、スペック、B をベース、s 4 0に専用2.5リットルターボエンジンを採用、6MT のみの設定、TS2010 年6月8日発売、600限定、5台目 B4、ツーリングワゴン、2.5GTS パッケージをベース、 チューンドバイ STI から馴染みを持ってもらうため、グレード名を TS に略称して改名。6MT5AT とも、同価格。ツーリングワゴンは、エコカー減税対象者。TS2012 年発売。300台限定。5代目 B4。ツーリングワゴン。2.5ii サイト。S パッケージをベース。コンプリートカーで初めて i イサイトを採用。トランスミッションは、 リニアトロニック CVT のみの設定2006インプレッサ WRXSTI 詳細はスバルインプレッサを参照 S201ST バージョン2000年発売300台限定 S202ST バージョン2002年発売400台限定 S2032004 年発売55台限定 S2042006 年発売600台限定 R2052010 年発売、400台限定。スペック C18 インチ仕様をベース。S2062011 年発売、300台限定。ニュルブルクリンク24時間レース SP3T クラスの優勝を記念して、ドライカーボン製、リアスポイラー、カーボン製、ルーフ、BBS 製19インチ単造アルミホイールを採用した。 NBR チャレンジパッケージを100台限定で発売。ボディカラーに、ライトニングレッドを受注期間限定で発売。22バイト、ST バージョン1998年発売。400台限定。スペック、C タイプ RAR2006 年発売。300台限定。ボディカラーに、アストラルイエロー50台限定で発売。STI20th Anniversary 2008年発売。 300台限定。STI 設立20周年を記念して発売。TS2010 年発売。400台限定。6MT と 5AT が選べる。コンプリートカーで初めてカーボン製ルーフを採用。TS タイプ RA2013 年を発売。300台限定。スペック C18 インチ仕様をベース。カーボン製リアスポイラーを採用した。 NBR チャレンジパッケージおよびレカロ製バケットシートを追加装備した NBR チャレンジパッケージラッカロを200台限定で発売ボディカラーにタンジェリンオレンジパールを受注期間限定で発売 WRXS4 に STI スポーツ詳細はスバル WRX バを参照 S2072015 年10月28日発売400台限定 WRXSTI をベース。国産車で初めてビルシュタイン製ダンパー。ダンプマチック2を採用。ドライカーボン製。リアスポイラー。BBS 製19インチ単造アルミホイールを採用した。NBR チャレンジパッケージを200台限定で発売。ボディカラーにサンダイズイエローを採用した。NBR チャレンジパッケージイエローエディションを100台限定で発売。 S4TS2016 年10月4日発表 WRXS42.0GTSi サイトをベーストランスミッションはスポーツリニアトロニックのみの設定上記の S207 に準じた外装内装を装備また S207 と同じくドライカーボン製リアスポイラー BBS 製19インチ単造アルミホイールを装備した NBR チャレンジパッケージも設定。台数限定の上限なしで、二千十七年三月十二日までの受注期間限定で発売。s 二百八二千十七年十月二十五日発表。四百五十台限定。WRXSTI タイプ SO ベース。標準仕様に加え、ドライカーボンセルーフにドライカーボン製。トランクリップ。PBS 製十九インチ単造アルミホイールを。 装備した NBR チャレンジパッケージカーボントランクリップドライカーボン製ルーフにドライカーボン製リアスポイラー PBS 製19インチ単造アルミホイールを装備した NBR チャレンジパッケージカーボンリアウィングの3グレードを設定ボディカラーに WR ブルーパールクリスタルホワイトパールに加え NBR チャレンジパッケージ限定カラークールグレーカーキの3色を設定 2017年11月12日までの受注期間限定で抽選販売となったタイプ RAR2018 年7月19日発表発売500台限定 STI 設立30周年記念特別使用者 WRXSTI をベース標準使用比で約 10kgS207 及び S208 比で約 30kg 軽量化 S208 と同じくボクサー仕様 EJ20 型バランスドエンジンを採用。S208 と同じく最高出力 329PS を発揮。ボディカラーに WR ブルーパール、クリスタルホワイトパール、クリスタルブラックシリカ、ピュアレッドの4色を設定。フォレスター TS 詳細はスバルフォレスターを参照 STE2 タイプ M2001 年発売、800台限定。 5MT のみの設定。ST バージョン2004年、2005年に発売。インプレッサ WRXST と同じく 6MT を採用。TS2010 年発売。300台限定。S エディションをベース。5AT のみの設定。ボディカラーに WR ブルーマイカを受注期間限定で発売。TS2014 年を発売。300台限定。 2.0XTI サイトをベース。ボディカラーに WR ブルーマイカを受注期間限定で発売。コンプリートカーで初めて直噴ターボデッド搭載車を採用。トランスミッションはスポーツリニアトロニックのみの設定。XC が TS 詳細はスバル、XC がを参照中 &BY STI2009 年発売300台限定。 TS2012 年7月3日発売、300台限定。BRZSTI スポーツ詳細は、スバル BRZ を参照。TS2013 年を発売、500台限定。カーボン製、リアスポイラーを採用した、GT パッケージを250台限定で発売。TS2015 年を発売、300台限定。ボディカラーに、サンライズイエローを100台限定で発売。 STI スポーツ2017年10月25日発表 STI スポーツ第2弾 GT をベースにカタロググレードに追加レボーグ STI スポーツと同じくボルドー長本側シート等の専用の装備を追加ボディカラーにクールグレーカーキを採用した特別使用者クールグレーカーキエディションを100台限定で販売上記の S208 と同じく抽選販売となった 6MT のみの設定。レボーグ STI スポーツ詳細は、スバル、レボーグを参照 STI スポーツ2016年7月発売。年次改良のマイナーチェンジに合わせ、シングレード 1.6STI スポーツアイサイト 2.0STI スポーツアイサイトをカタロググレードに追加、ボディカラーに WR ブルーパールを設定。 標準仕様と同じくリニアトロニック CVT のみの設定。上記の S207 と同じくビルシュタイン製ダンパー、ダンプマチック2を採用。XV ハイブリッド TS 詳細は、スバル XV を参照ハイブリッド TS2016 年10月25日発売 2.0iLiSightO イイベース。ボディカラーは、クリスタルホワイトパール、クリスタルブラックシリカ。 ハイパーブルーの3色のみの設定。2017年1月22日をもって受注受付終了。WRX をベースにしたレース専用車。ありがとうございます。